みなさん、ナマステ。日本語のゆじしのイピチパチャラようこそ。わたしはかなあにたと申します。今日、勉強するモジュールの台は。日本語教育と教授法。Paper 10. そして、モジュールの台は。

文学と絵画の関連は、日本文学史上も美術史上も特別な側面を持っています。特に日本では、古典文学の絵画家は現象です。絵画に準じて、話のあらすじは簡単に言葉書きとしてついています。 読むあるるるいいは見るという行為から刺激を受ける作法です。どちらか先かというと悲観事件の留学生の場合は見る行為が先であると思います。これはイメージ作りにつながり既にあるイメージの理解を試みる動機にもつながります。 時代を問わず、絵画、芸術も、文学作品も、当時の社会のどちらかの側面を表現しています。ババラ・ルーシュ様という方が、もう一つの中世像という大の本に論じているように、知的に、 認識しないものは目に見えないということです。言い換えれば、見るという行為に知的に認識することが含まれています。ちなみに世界の各国の古典文学、特にインドジョージシの部分やギリシャ神は、 宗教者の伝記の部分的な絵画は昔から盛んに行われてきたことが事実です。しかし日本の場合、絵画家のプロセスは神社、寺院の縁起物のように、さらに物語、つまりフィクションの絵巻物のように、原文に沿って 忠実に行われてきたため大学院生の教材として高く評価するべきです。学習目的日本の文化財産であるおとぎ造紙と絵巻物を通して妖怪の行き来した描写があるため日本のと絵巻物を通して妖怪の行き来した描写があるため日本 独自の妖怪のイメージや仕業を絵画を見ながら軽く楽しく理解する。二、日本伝統文化財産である絵巻物おとぎ造紙の教材を利用して日本の伝統文化についての知識を広げること。 本文に入ります。木の派生を造史絵巻は鎌倉時代巻のもので14世紀前半の作品です。平安時代の有名な学者の木の派生をと朱雀門の塔に住んでいる鬼が坪ろくのの 勝負をするというとても不思議なしかもインドにも見られるような物語が描き語られています。ここに絵画がある絵巻物が東京国立博物館像にある作品です。キーワードの説明 サイコロダイスつまり英語のダイス主に遊戯や賭けサイコロダイス英語のダイススゴロクサイコロは主に遊戯や賭博に用いる小道具のことですサイコロは 貝や木の実を表裏を塗り分けたものを投げそれが表か裏かを見るというものですこのような投げ棒型のサイコロは古代インドでも倒幕によく用いられたようです特にインドの常時誌であるマハバラタは その代表的な例と言えます。当時以来のインドの貴族が財産や女性、特にマハバハルタの神話で国や妻までをかけて最後に失敗したことがあります。次のキーワードの説明昨日 八世を京都にいたすごろくの名手14世紀の人とされています勝負を申し込む賭けすごろくの競技をして勝ち負けをつけることンス門クモ門は平安京の周りにあった 十二門の一つです。有名なラッシュモンもその一つです。化ける。鬼や動物が自分の本当の姿を変え、普通の人間として生きる。しかしいつかとなるとき、本当の姿があらわになるため、 逃げてしままう。終わります。次は本文に入ります。ある日のことです。長せおという方の家に全く知らない人が訪ねずにすごろくの勝負をしようと頼みます。 サイコロに興味を持った長谷オが誰にも言わず友もつけずその男に従って一人で行きます。このように男はこのスクロップで私が負ければあなたに節制の美女を差し上げます。 もし私が買ったら、発生のすべての財産をもらうと言います。このように、すぐろくで賭けをしようとしています。すぐろくのゲームが始まります。だんだんと、男の方に勝ち目がなくなると、男は、 本性を表し、鬼の姿に変わります。怒りの念が姿を鬼にしているのです。長せおが、君悪かったが、最後まで頑張って、ついに鬼に勝ちます。それから、通常の生活に戻ります。 くの競技に負けた男つまり鬼はあるや美女を連れて長谷尾の手にやってきます。そして鬼は約束の女を連れてきましたが百日間は決して女に手をふれてはならない。 もしそれを破るとあなたの命が危ないと言って立ち去ります。ハセよが美女と一緒に生活しています。日が経ちます。この美女は姿が優れているだけでなく、柄も素晴らしいのです。 長せおは強く心を引かれていきます。そして、鬼が言い残していた約束を忘れ、とうとう100日経ったないうちに、この女性を抱こうとします。長せおが美女を抱いた途端、美女の体は崩れ、 水となって流れて去ってしまいます。約束を破ったことをなじりつかみかかろうとします。その女は男として現れた鬼がいろいろの人間の死体から良いところばかりを集めて作り上げたものでした。 100日間経てば本当の人間になるはずでした。つかみかかろうとした鬼を見て、長谷尾がとっさに北の天然を念じる。そうすると、鬼は退散して去っていきます。 門に住んでいたと言われたこの鬼は平安京にある多くの鬼の中で最も恐ろしい鬼でしたが一方で笛を出しなすなどの芸術的な才能 もあったと言われます。絵巻の最後の言葉書きに美女について次の説明が書いてあります。女というはもろもろの自然のよかりしところどもを取り集めて 人に作りなして百日過ぎなばまことの人になりて魂いさだまらぬびかりけるを口惜しくちぎりを忘れてつまり約束を破れておかしたるゆえにみなとけおせに いかばかりかくやしかりげんつまりその男が勝負にかけた女性はいろいろな女性の死体からそれぞれのつくれたところを拾って美女を作りましたそして 100日間過ぎたらその女性に本当の人として魂があるはずでした。そして本当の人間になるはずでしたが長谷オが男にやった約束を破れてしまったため全部解けてしまいます。